方も日本人の典型のようにですね、時間がないと、合間時間でやりたい、なので外注を活用したい、外注を利用したいということなんですけども、僕はウェブサイトの運営は外注さんの利用をお勧めしています。で、1記事、400円ぐらいで投稿までやってくれると、書くことから、本文の執筆から投稿までやってくれるっていう、発注の仕方があるので、この辺コンサルでお伝えしてるんですけども、例えば通常だったら1記事2000円弱とかですね、それぐらいの1500文字ぐらい のブログ記事だとなるんですけども、4分の1ぐらい以下ぐらいでですね、発注できるノウハウというのがあります。そういったですね、クラウドワーカーさん、日本人のきちんと執筆してくださるライターさんのですね、活かし方っていうのを知れば、あなたの時間は倍々に増えます。隙間時間でもやります。ご自身でずっと書いて苦行のようにですね、ブログ記事を毎日上げるっていうのから解放されるとかですね。で、海外移住された方ご相談で、海外情報は発信